今回こちらのですね、炒めた香味野菜とトマトの旨味、スパゲッティナポリタンということで CGC アークスで購入したんですけれども、こちらのナポリタンですね。えっと、1人前で 290g ありまして、ボリュームがあったのと、あと値段が250円ぐらいでしたかね。その価格も安くていいなと思って。 購入ししてみました完熟トマトのトマトペースト塩トマトの香りがこう酸味効いてて美味しいのかなと思うんですけれどもその辺がですね気になるところですまあボリュームがあるのがやっぱりですねいいのと冷凍なので冷凍しておいて食べたい時に5分30秒電子レンジ 500W で温めて作れるということと あとフライパンでも強火で油敷いてからですね、えー、大体5分ぐらい炒めればできるようなので電子レンジやフライパンでできるスパゲッティと冷凍スパゲッティという感じですでこちらの方にですね、まあ、調味調理料とあと原材料とか書いてます、はい、290g で冷凍の商品です で中開封してみると、このような感じですね。麺とソースが一緒になっていて、こうですね。結構重さありまして、えっ、ー、と、この温めるときに袋の向きですね、えー。電子レンジ加熱前に袋を開封しないでくださいって書いてます。はい。この麺を上に、えー、しておいて、電子レンジで加熱できるというタイプですね。 そのこのような感じで出来上がりましたはいソースなんか見た感じ少し少なめかなと思ったんですけども実際にこう開けて混ぜてみるとトマトソースの容量もたっぷりあって十分ですであとウインナー入ってますしキャベツとかピーマンの野菜ですねちょっと入ってるなっていう感じです麺の太さももう少し太いのかなっていう印象でしたけれども 凍った状態ではこれぐらいの細さではいあの太中中ぐらいの太さの目ですねはいこれぐらいですではこれから少し食べてみますえー、今食べてみたんですけれども こう麺の硬さも程よくこう歯ごたえがあっていい具合になっていますしこのトマトソースですね酸味もあるんですけれども甘さもある程度効かせているのでこのバランスがすごく良くて麺との相性もいいのですごく美味しいです、まあ、野菜とかですねこの具材ウインナーとかこの辺はそれほど容量はないですけれどもこのソーストマトソース美味しいので えー、このナポリタンいいですねうん美味しいと思いますでボリュームもあって結構値段も安く購入できるのである程度食べたいなっていう時でもリーズナブルに食べれますので CGC のこのナポリタン気になったら食べてみてください美味しかったです